新型コロナウイルスのワクチンの接種後にアレルギー症状であるアナフィラキシーが報告されていることについて専門家はほとんどは軽い症状で現状は過度な心配は必要ないと見解を示しました。生命に関わるようなアナフィラキシーあのワクチンの後に起こるアナフィラキシーの頻度というのは100万回にまあ1回2回もう5回以下ですね。 今回の場合には日本の場合にはほとんどがアナフィラキシー見ても私はレベル1軽いもんだと思いますので免疫学が専門の大阪大学の宮坂正幸教授によりますとアナフィラキシーとはアレルギーを引き起こす物質が体内に入ったときに起きる防御反応で症状の重さによって3段階に分けられています。国内ででは昨日まににワクチンの接種後に 女性24人と男性1人の合わせて25人がアナフィラキシーを発症していて宮坂教授はほとんどがワクチンに関連したものだと分析しています症状はじんましんなどの皮膚症状のほか咳やめまいなどが多くアナフィラキシーの中で最も軽いレベル1に該当すると見解を示しました。ペンをするるるだけでもう症状が消えてるということを考えていととと、うこ考 アナフィガシがあるということは頭には置いとかなければいけないものの、これでワクチン接種が止まるような、まあ、そういうようなことではありませんし。欧米に比べて報告数が多いことや、女性に多く見られることの原因についてはわからないとしていますが、ワクチンに含まれる物質が原因となっている可能性もあると指摘しました。日本の方が若干多そうである。 それは間違いないと思いますけども、はい、外国海外よりもひどいアナフィラキシーが起きてるかというとそれはどうもなさそうであると女性の方がいろんなものに対する免疫反応が強く起こる傾向があるということはこれまでも言われてますし女性だという点に関しては海外も日本も同じであるでもしも日本が外アナフィラキシーの頻度が多いとすればそれは何のためかというとこれはそれはまあこれから調べないとわからない。 接種後は15分から30分の待機が求められます。アナフィラキシーは遅くとも1時間以内に症状が出るため、症状が出てすぐに医師の診察を受け薬が投与されれば、より重い症状であるアナフィラキシーショックにはならないだろうということです。会分のアナフィラキシーというのはもうあの治療可能なことであって、しかもお医者さんがいてそこにエピペンがあって、 その他の薬もあればショック状態になることは厚労省では明日専門家らの審議会が開かれワクチンとの因果関係などが話し合われます。